寒い。12月23日です。雪がすごいよこれ。大丈夫かなこれ、帰れるかな。帰りも楽しみですね、バーディーね。今日はねあれですよ、もうまあ多分年末、まあ、このクソ寒いとはいえやっぱね、自転車乗りは自転車乗るの好きなんですよね。それで、まあ、今回僕がちょっとであのプレゼントとかじゃないですよ、あのこの年末年始におすすめする、まあおすすめっていうか、寒いけどやっぱり天候がね、雪降ったりあれなんで、おすすめする、ちょっとくしゃみですよ。おすすめするアイテムがあるんで、それを紹介します。あれ、いいことか言った。まずね、寒いもうグローブね。で、今回紹介するのは全部あのエレファントサイクルのオンラインショップ載ってるので、あの検索のとこで例えばグローブとかオルトリーブって調べてもらえば出ますから、気になる人は買ってください。これまずこのキネティックスっていう、ちょっとなんかな、なんかなっていうグローブ、これと一応2個置いてます。これ今日のユキライドはこのこれでできちゃうんですよ。ちょっと名前忘れましたけど、ちょっとこれこっちよりはちょっと薄いやつ、僕は今 L サイズです、まあ、ジロのグローブとかパールイズミとか、あのイントロとか L サイズの人はこれ L サイズ大丈夫、これリフレクターになってます。これね、ちょっとスマホタッチパネル対応です。これまあ何がいいかっていうか、まあデザインがシンプル、まあ、ただそれだけ。これね、まあ、今日なんか2度か3度でしょ。でもっと寒い時はこれがいます。これでここがあのセブンメッシュのなんかあの、ね、ロングタイツの柄にちょっと似てるじゃないですか。セブンメッシュ持ってる人はこれいいんじゃないかな。しかもこうなんかね、ベルトでこう、僕は無駄な機能だと思うんですけど、ベルトをやればちょっとやる気出るみたいな。でもなんかこの例えば電話がかかってきたりとか、なんかこうスイッチを押したい時にこうすぐこれができないって、そのままもどかしてあります。だから年末年始このクソ寒い中、どうしても走りたいっていう人はね、このキネティックスのグローブどうでしょうか。まあデザインがシンプル、あとドイツね。あと4つ紹介します。あとやっぱり完全防水といえばこのバッグでしょうね。オルトリーブのこのバッグ、今日もバッグ大活躍しましたね。バッグね、やっぱ天候読めないからね。この薄いのもロードバイクとかにすごいいいと思いますよ。ちょっと深いやつはやっぱりバーディー乗ってる人とか証券者とか、ここはちょっとこうね、広い人はあのいつも僕が使ってるあのバッグがいいと思います。まあお店の、まあ、おすすめって言っても全部お店のものおすすめなんですけど、その中でもこの年末年始おすすめするやつを今日は紹介します。あとね、サドルバッグね。今日あの家の目の前のご近所さんにも、そのサドルバッグいいですねって言われたんですけど、このね完全防水のサドルバッグ、僕がいつもバーディー使ってるのこの 1.6 リットルね、これ。で、もっと大きいのあります。これ 4.1 リットル。これ最近知ったんですけど、このね、取り付けする部分をがちょっとね、こう調整できます。だからサドル付けづらいなっていう人は調整すればできるけど、最近知ったのが、僕がおすすめするあの SMP のサドル。SMP サドルをバーディーにつけると相性めちゃくちゃ悪い。バーディーはやっぱこうステムをあのシートポストを逆にしてセットバックをこういう風にしてつけるんですよ。じゃあね、このつける場所がないから、ちょっと正直バーディーの人にはおすすめあんまりできないけど、普通のロードバイクよりは大丈夫。これめちゃくちゃいいな。パナソニック。あとこれですよ。これも今回ね、お店の在庫で仕入れましたから、この8ラック25ってやつ、これね、ちょっと遠かったかな。これ
このものがもうめちゃくちゃ出しづらいんですけど、なぜかめちゃくちゃ背負いやすい。これで島並海道と江田島これ背負ってきましたから。いや僕はもうあの荷物多い人なので、これはねいいんですよ。パチッと、いや今度あの飛島と周防大島行きますけど、まあ YouTube の機材が多い場合はこれしょっていこうかなと。まあ絵的にはまあ輪行した方がいいかなと思うんで、まあ輪行だったらやっぱり荷物これとこれとこの、まあだからドイツオルトリーブ3点セットで行きますよ。多分僕天気悪くなると思うんで、まあ値段とかはまあやっぱり高いんですけど、やっぱりあ N モンさんなんか言ってることすげえわかる、だかそうだよねっていう人はやっぱ共感してもらえると思うんで、そしたらもうぜひこのオンラインショップでこうポチッとできますから、別にしなくてもいいけど、まあこれがいいかなと思いました。これ横にもね家の鍵とか、こっちはなんかハンカチとか、ね、でこのサイドのポケットがめちゃくちゃ良くて、今こっちはでしょ、例えばこうやって家の鍵とかこう出せる。まだなんか入ってましたか。男はね、男っていうかバッグ好きな人は多分いろんな種類のバッグ持ってた方がいいと思うんですね。これは開けにくいけど背負いやすいっていうサイクリング向きのバッグですっていう。この年末年始まあ多分ね悪天候になると思うんですよ。例えば雪が降ってなくても前日雪が降ってて路面がペチャペチャしてて結局この雨上がりの中走るみたいな、そういう時はこういうまあ防水のバッグがあれば中に大事なものを入れても濡れないしいいと思うので、まあもう一回こういう防水系のバッグとかちょっと気にしてみてみるといいと思います。はい、ということで今日はこの年末年始おすすめするバッグの紹介でした。じゃあ終わります。めっちゃ雪降ってる、家帰れるかな、ていうかもうお客さん来ないし帰ろうかな。いや帰っちゃダメだこれ、まだ事務処理が残ってるから。ていうか自転車まだ2台組み立てしなきゃ、これでしょ。ようやく今日終わったので、あと今年残ってる僕の仕事はこのオールシティのこれとこれです。2台です。いいですね、オールシティ2台で締めくくるみたいな。あと明日バーディーのGT のステムが入ってきますから、そのステム交換とか、結局自分の自転車も触るみたいな。このオールシティは2月ぐらいですかね、それまで確かにスプロケットがないんですよ。だから2月以降ですかね組み立ては。そんなもんかな。これも結局今年やりたかったですけど結局気力がなくて直す前に試乗車頼んじゃったみたいな。いや本当この雪で、まあ何ていうんですかね、12月25日までバーディーの試乗会やってるんですけど、あれですよ、こんな雪の中バーディー乗れる機会ないと思うんで、ぜひ乗ってください、こういう雪の中に、ね、証券車別に天気悪いから乗れない理由はないと思うんで、やっぱカッパ着たりね防水のグローブはめてご来店お待ちします。じゃあ終わります。これ何気にいいよこのグローブ。